横浜店閉鎖、俺を見とって頭が動いてない、はい、体しか動いてない、嫌いだったらもう言わないもんね。あのインスタ見とってもそう、まあ、真面目なインスタ一生懸命上げとるわけみたいな、もう何回も感じておったらやれないでしょ。これご飯入ってるでしょ、ご飯入ってる、うん、なんかどんぐりみたいな感じでしょ、これでしょ、同じ時期。いいですよ。食べたいですよ。この間これ食べたんで。いいですか。可愛い。もう飲もうとしてる。どん兵衛ですね。サムネは横浜店閉鎖。閉鎖会議だよね。閉鎖会議だよ、もう今。でもなんか今日ちょっと今日キャラ全然違うね。いつもの感じなんですか。とりあえず冷凍飯食いそれだったよね。相当食いしん坊食いしん坊だね。どうした、自分は急に自分はそう、よくしてもらってるから、うん、あれだけど、まあ、まだまだ店長としてはちょっとね、おとなしすぎるでしょ、真面目すぎるでしょ。それあるかもしれない。ね、はっきり言うと、うん、もっとガツガツしてないと偉い、もう何回の感じでどうしたらやれないってこととは思います。でもどうですか、独立してどれぐらいなんですか。長いでしょ、おいくつですか。今47です。47、2個上だ。何年やったんですか。どうですかね、もう結構やってますね。その時になんか仕事切れた感じないんですか。ありますよ、最初なんか小生意気やってましたから、こんな仕事いらねえとか。ああ逆に、逆に、うーん、もう通ってもらう、一人通ってもらう、それでだん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 やっぱ良くなって、やっぱいい仕事をして認められたいとか思うよ。今もうそういうので見てもらって付き合ってるとかしかないんで。何年ぐらい。まあ独立して3年目だ。3年目35期かな。どっから5が出てきてる。その時だけもう本当にもう7秒ぐらいしかここにお前摩擦ゼロ、情報摩擦ゼロ、全然グリップしないもうその時の会話のためだけに覚えてる、はい、な独立して何年ぐらい3回ぐらい聞いてる。入ってなかったわ、この言葉。フレーションだろ。今の聞けたから。7年。3年か。あれはまだやり始めばっかりなの。そうですね。だって40だって4ぐらい。全然わかんない。34で、そうですね。あれ結構いい年になってから聞いたし、そうですね。仕入れ始めたのも遅かったんで、26ぐらい。すごく遅んでも10年になってますね。もう2人やから見とって、何やねんとか教えてください。逆にいいところ。いいところ。マジで。いい。あれ。いいところ。あれ。優しい。優しい。一に二に優しい。これなんか。すいません。もうない。打ち止め。打ち止め。打ち止め。じゃあ終わりですかさ。無難すぎる、全部全部無難。営業で言ったらそれ致命傷だよ。いいことだけど、そのベースにそれがあること大事だけど、なんかは仕事できるわ、仕事できるわ、やっぱ言っとることもはっきり言うけど、やっとること間違ってないね、あの子は言っとること正しいとかで、やっぱ言われちょっと毒があるぐらいな感じの、そういうのがやっぱり営業マンだよ。これは本当にそう、伸びてきますよ。そうですよね、だからやってやっぱ向いてないなって すぐ入れ替えがすごいじゃないですか。そうです、ね、どこ見てても。そうですね。逆にお前らが反応はね、どうなんですか。お前らちょっと大阪横浜でアピールポイント、どうなんですか。
はい、いつも違う緊張もあると、そうですね、横浜店は、まあ、お二人メインで入っていただいてるんですけど、本当にお客さん目線でやってくれるし、木林さんなんかは見た目怖いけどすごい気さくでいいよねっていうお客さんから、いや、もうすごいいいよみたいな、無邪気だな、おいしい、本当に、本当にこれはありがたいなって、現場がね、はい、CD さん、この間は違ったけど、はい、CD がよくも一人だったでしょ、はい、すごいいいな、もういいじゃん、めっちゃいいじゃん、はい、で、腕もいいし、人もいいんで、うん、ぜひ選んでいただければ、うん、あのお客様に満足していただけるかなと思います、うん、ここは営業かけじゃない、カメラ越しに営業かけ始めた、なんかアレクサに営業かけてもらおう、あげなお前、いいね、まあ、横浜店の存在意義としてはやっぱり本当に YouTube あのある程度有名でこっちに来てるんで、やっぱりまあそれだけいっぱいオーバーって職人さんもまあ本当にかなりお問い合わせいただいて、その中からやっぱり僕も選ばせてもらって働いてもらってるので、本当にすごい自信持って、その僕も愛知県でいろんな店舗転々としてそのいろんな職人さん見てきましたけど、そこにも本当に負けないぐらい本当にいい職人さんなんで、もうこれからもずっとうちの仕事をお手伝いしていただきたいです。僕は職人さんに対しても。もうちょっと目立っていかないとね。会社自体が知られてないから横浜自体が。そうですね。どうにか目立って知名度を上げていかないと。そう、結局どうしようもない。俺を見とって頭が動いてない。はい、体しか動いてない。これ水口くんと頭しかないの。体で。インスタ見とってもそう、まあ、真面目なインスタ一生懸命上げとるわけみたいな、厳しい、まあ、そういう仕事ですよね、やりたいって言ったやつだな、やりたいって言ったやつだな、おる以上は自分の人はそうなの、俺はもう嫌だってやりてるから、どうだ、でも実際どうまいけそうって見えてきたのか、最初に比べれば、そのある程度数字みたいなも立てることが、まあ、これぐらいだったんだ、車がちょっといったら、大体それぐらい、その契約ベースにいっちゃいます、400万円ぐらい、まあ、大体それを水準にして、大体契約が巻かれてるって言われます、うん、まあ、目処は立ってるの、実際、まあ、その出してる案件とか、ほぼほぼ決まるよとか、いろいろまあお話ももらってたりして、まあ、それが決まったら、これぐらいになるなとか。会社も立ってるんですけど、じゃあ毎月1000万円ぐらいです、毎月1000万っていうのが正直ちょっとまだ見えてない、まだ見えてない、まずは1000万、はい、いろいろありがとうございます、お客様でも喜んでもらって、本当にこちらとしてもとてもこれを待ってます、はい、俺も褒めるよ、社長の言葉で言ってありがとうございます、俺も欲しがりだよ、はい、一番欲しがりでなんだよ、初起動の髪型です、そうですね、初用意で今日は本当に今アンケート取ってるんで似合うか似合わないか、これで似合わないって来たらすぐ黒に変えると思うんで、まあ、口コミまで、そうですね、はい、似合うか似合わないか、じゃあいただきます、いただきます、いただきます、なんかすごいトッピングできるんだよ、違う違う、すごい美味しそう、めっちゃ、いや1日5食限定だった、5食限定しかないんです、めっちゃ食べないです、5食限定だった、美味しかったですか、美味しい、1回だけあれ食べました、はい、ちょっとね、男飯って感じだね、すごい、すごいすごい、すごい、見とってコメント欄ありると思うけど、見てる人は分かるんですけど、嫌いだったらもう言わないもん、横浜で閉鎖、はい、で明日明日まあまあでもそれは半分じゃないですけど、まあ本当にね、まあ、頑張っとる2人と、はい、飲食さんが思われて、はい、まあ、逆に甘えとるところが多いかなって、飲食さんだったらそんな言葉は俺しもやっぱり自分らがさ、ビジネスやんって感覚まだ全然足りないなと感じました、はい、でもまあまあまあこれから
そこも含めて頑張っていくんじゃないでしょうか。はい、ちょっと応援してください。もうちょっとぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。